四代目、小野菊次郎9月29日から1981年7月24日は、主に関西歌舞伎で活躍した歌舞伎役者。矢号は、音羽屋、縄文は、向井菊、河門は、裏木首氏。拝名に、幸井菊がある。本名は、渡辺義夫。二代目、坂東彦十郎の次男。東京、築地出身。 1910年4月帝国劇場、新十天猛島、上地の勘太郎で、坂を骨郎を名乗って、初舞台。1919年6月帝劇、一の谷二葉軍旗の熊谷の遠見で四代目、坂を竹三郎を襲名。これを機に、菊五郎一座に入り活躍するうち才能を認められ、1924年5月、市村座、吉常千本桜の小金割れと、 娘道成な書家で、名大昇進。1935年10月歌舞伎座、三人形の形成で四代目、小野駅久次郎を襲名した。その後二代目、市川猿之助一座を経て、1949年、関西歌舞伎に移籍。主として、老女型として古風な芸で活躍した。品格と常味を兼ね備えた芸風で、当たり役は、恋女房。 染め分けた綱の十の家、や、芋瀬山目定金、吉野川の忠しだなどの片外し、そして、大見源氏先人館、森綱陣屋の母美妙などの三ンバー。縦尾山田が、晩年には、幅広い役柄をこなし、京成半言公、吉綱田の証言、欧州は立ちが原、袖垣左門の、県津への方、夏祭り何はん、三府内の釣船三府、果ては、 義経千本桜、寿司屋の梶原景時など、一見人に合わないのではないかと思わせるような役どころでもきちんと務めて違和感がなかった。1978年君後藤総合局実賞を受賞。1981年1月京都中座、新中神谷寺兵、川賞のお賞が最後の舞台となった。四代目、中村富十郎は弟、五代目、 バンドを武三郎は名前用紙にあたる。AB20 世紀日本人名治典。ありがとうございます。